オクラホマ軍はアメリカ合衆国オクラホマ州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は71万8633人であり、2000年の66万448人から8.8%増加した。オクラホマ州では人口最大の軍である。軍庁所在地は州都でもあるオクラホマィ市,市であり、オクラホマ州で 人口最大の都市でもある。オクラホマ軍は、オクラホマシティ大都市圏の中核でもある。オクラホマ軍は、襲名と同じ名前を持つ軍として、全米に7つしかない軍の一つである。オクラホマ軍は1890年の構成法で、創設されたオクラホマ7軍の一つであり、当初は第2軍と呼ばれた。軍の行政は当初、 カリフォルニアアベニューとロビンソン通り交差点に建てられた建物で行われていたが、1900年代に西メインストリート520に建設された初代軍庁舎に移った。1937年、軍政府はパークアベニュー321の建物に移り、それが今日の続いている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は718平方マイルであり、 このうち陸地は709平方マイル、水域は9平方マイルで、水域率は1.28%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2010年国勢調査。ありがとうございます。